アラステア・ウィンザーは、イギリス王室の一員、ビクトリア女王の彦にあたる。この男ト公家の啓示、アーサー王子と、第二代ファイフ公爵夫人のアレグザンドラ王女の、間の一人息子アラステア・オブ・コノート・ストラサーン、として、両親の邸宅である、メイフェアのマウント・ストリート54番地の邸宅で、生まれた。8月25日に、洗礼式を行い、 母方の王子ジョージ5世、スペイン国王アルフォンソ13世、母方のヒーババアレグサンドラ王大号、父方の祖父であるコノーと及び、ストラサーン公爵アーサー王子、父方のオーバーアガイル公爵夫人ルイーズ、ジューシ、メアリー王女が大富豪を務めた。アラステアが生まれた時は、第一次世界大戦が始まっており、国王ジョージ5世は、イギリス国民の反独感情を考慮して、 王家の加盟をサクスコバーグ号だけからウィンザー家に改名し、王家の人々の持つドイツ由来の称号を全て放棄させた。これと並行して、ジョージ5世は1917年11月20日付の開封直居場において、グレートブリテン及びアイルランド王子、王女の称号並びに王家の殿下の継承は、イギリス国王の男系の孫、 およびプリンスオブウェールズの着ャに限ることを定めた。生まれながらにグレートブリテンおよびアイルランド王子の称号とハイネスの継承を有していたアラステアはこの規定によりそれらの称号、継承を失った。以降は母方のファイフ公爵家の推定相続人としてマクダフ伯爵の儀礼称号で呼ばれた。アラステアはブライアン・ストンコーおよび サンドハースと王立陸軍士官学校で学び、1935年に陸軍第二流騎兵連隊所属の将尉に任官した。同連隊はアラステアの父アーサー王子を名誉連隊長としており、1936年にはエジプトに駐屯した。1939年、アラステアはカナダ総督を務めるアスローン伯爵、アレグザンダーの副官に任じられ、 オタワに移った。1942年に祖父のこの音公爵、アーサー王子が死去すると、その爵位を継承して、第2代、この音及び、ストラサーン公爵となった。しかし、翌1943年、オタワで死去した。表向きは、任務中に死亡とされたが、2006年に公表された国王ジョージ6世の個人秘書アラン・ラッシルズの日記によれば、 所属連隊やアスロン伯爵から無能とされて、煙たがられていたアラステアは、焼け酒に走った、上、一晩中停滞温床に苦しみ、窓から転落死したという。第2代、この音及び、ストラサーン公爵、アラステアの紋章。ありがとうございます。